こんにちは、ブヌシのまたたびです。今回は太平洋フェリーの食事を紹介します。2泊3日の航海中、朝、昼、夜を1回ずつレストランで食べましたので、それを紹介します。ジャスト18時に開店しました。料金は入り口で支払います。アルコール類の注文支払いもこちらの入り口のカウンターになります。おはようございます。2日目の朝はこちらの軽食コーナーヨットクラブで名古屋コーチンの卵かけご飯を食べようと思っていたんですけど、あんまりお腹空いてなかったのでコーヒーだけで済ませました。簡単なモーニングセットも用意されています。
仙台港では一時下船ができます。停泊時間は苫小牧行きも名古屋行きもおよそ3時間ですが、実際外に出ていられる時間は2時間ほどです。仙台港から 1.5 キロほどの場所にイオン多賀城店があるので、そこに向かう人が多いみたいです。私も最初は外に出ようと思っていましたが、船内でまったりプランに変更しました。本当は私もイオンで買い物をするか、その近くの牛タン屋さんで、夜ご飯を食べようと思っていたんですけど、またしてもなんかお腹が空いていないので、持参したおつまみと、それからこちらね、船内の自販機で買った札幌クラシックで済ませました。おはようございます。3日目の朝ごはん、レストランで食べます。レストランの営業もこの朝食までとなります。それではこの動画はここまでとなります。次回はいよいよ北海道に上陸です。ご視聴ありがとうございました。